こんにちは。八千代塗キリスト教会の牧師吉原学です。今日は6月19日、エステル記の7章の1節から10節です。敵対する者を一瞬にして滅ぼされる神というテーマで見ていきたいと思います。野球の試合を見ていても、9回裏のですね、一番最後に大逆転する、そのような場面を見ることになります。その時にはチーム全員でですね、その選手を迎えて大喜びするわけですけれども、私たち一人一人の人生における大逆転、それはまさに福音ではないでしょうか。今日もその福音による大逆転の人生を歩む一日となることを祝福します。エステル記7章1節から10節。王とハマンは王妃エステルの宴会にやってきた。この主宴の2日目にも王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか。王妃エステル、それを授けてやろう。何を望んでいるのか。王国の半分でもそれを叶えてやろう。王妃エステルは答えた。王様、もしも私があなた様のご好意を受けることができ、また王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて、根絶やしにされ、虐殺され、滅ぼされようとしています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたことでしょうが、そうはいきません。その迫害する者は、王のお受けになる損失を償うことはできないのですから。クセルクセス王は王妃エステルに言った。そんなことをしようと心に企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは言った。迫害する者、敵とは、この悪人ハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。王は憤って主宴の席を立ち、宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとしてとどまった。王が彼に災いを下す決心をしたことが分かったからである。王が宮殿の園から主宴の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前で、この家の中で王妃までも恥ずかしめようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は青ざめた。その時、王の前にいた宦官の一人、ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのために、ハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。この時ユダヤ民族を滅ぼすその計画が進んでいるその中で、昨日のところでは王はモルデカイに栄誉を与えるということをですね、考えました。その時にハマンにどのようにすべきか、尋ねたわけですけども、ハマンは自分に栄誉が与えられるというふうに錯覚してですね、王服と馬を与えましょうというふうにですね、提案するわけです。しかしまさに自分が提案したそのことが自分ではなくモルデカイに起きるというですね、大逆転が起こったわけです。今日の1節、2節を見るときに、ハマンと王は2日目のエステルの招いたその宴会に行きました。その時に王は3度目になりますけども、このように尋ねます。あなたは何を願っているのか、それを授けよう、与えようというふうにですね、言ったわけです。ユダヤ人のこの運命というものがかかっているそのような状況で、エステルは慎重に、そして何度も王の思いというものを確認することをします。
モルデカイに起きたことを見て、神様が介入されて状況を整えられていったですね、そのことをエステルは確認しました。ここにエステルが神の時を待つというですね、知恵が、また信仰があったことを見ることができます。自分の時ではなくて、神のタイムテーブルに合わせてエステルは動きました。その時に神様は働かれて、介入されて、イスラエルのですね、ユダヤのですね、救いというものがなされていったということを見ることができます。私たちは時に神の時を待つことができずに、自分の願う時に自分の方法でしてしまうことがあります。それでダメだった時に最後に神様に行くというですね、そのような不信仰な姿を私たちは見るわけですけれども、そのような時には思い通りにならないその中で逆に神様を恨んだりですね、不平不満を言ったり、不信仰になったりもします。私は人生の中で神様が介入されたことを何度も経験しましたけれども、一度は私はですね、願ったその大学に入って、企業にも就職しました。そこまでは良かったんですけれども、そこからなぜかと思えるほどにですね、自分の人生というものはうまくいかなくなっていくんです。なぜかこう壁にぶつかっていくというんでしょうか。全てが閉ざされていきました。就職してから本当に実は自分自身が堕落した生き方をしていた、そのような時期でした。しかしまさに人生の一番最悪と思えるそのような時に、神様は私に介入されました。私の計画した人生を白紙にされて、神のタイムテーブルの中に私自身を移されたのであります。神は時に私たちの計画を閉ざされても、ご自身の計画をなされることがあります。神は私たち一人一人に対する計画を持っておられます。しかしそれは神の方法において、神の時になされるということを私たちは覚える必要があります。伝道者の書3章の11節で、神のなさることは全ての時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。神の時を待ち望む者に、主は時にかなって美しい御業をなされることを信じていきましょう。今日の3節4節を見るときに、エステルがユダヤ人の救いのためにしたもう一つのことは、自分だけが救われることを願ったのではなくて、ユダヤ人の運命を自分の運命と一つに重ねて取りなすことをしたということであります。王が三度目、あなたが願っていることを言いなさい。そう言われたときに、自らの命の救いとユダヤ民族の救い、その二つを同時に願いました。それは、王様、私の運命とイスラエルの運命は一つです。というですね、告白です。自分とユダヤ人は運命共同体です。エステルはユダヤ人を滅ぼす計画を聞いたときに、私は死ななければいけなかったら死にますというふうにですね、イスラエルのその運命と自分の運命を重ねていったわけであります。覚悟を決めました。エステルは自分を通してイスラエルを救ってくださいというふうにですね、取りなすわけであります。実はここにこそ福音の本質というものがあるのです。救いとはイエス様がこの罪人である私たち一人一人のですね、その命をご自身の命と一つにしてくださった御業であります。主は私たちの命をご自身の命と重ねて、そして救い出してくださいました。そして父なる神の前に、私たち一人一人を救ってくださいというふうに懇願され、そして願われて、最後十字架にまでかかられたわけであります。そのイエス・キリストの命によって私たちは救われたわけであります。私たちはイエス様の取りなし、そして私たちのために
その私たちの問題、私たちの罪を自分のこととして取りなしてくださった、そのような人がいたので、私たちは実は救われたということを今日覚えたいのであります。私の人生を変えたのは、私の祖母と私の母の祈りでありました。私がもう一度信仰が回復したときに、母は私の救いのために日に三度祈ったと。そして自分の命をもってしても、この子を救ってくださいというふうに命を重ねて祈ったというふうに言われました。主イエスキリストを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。救いとは一人の信仰から始まり、共同体に与えられる恵みであります。私たちの取りなしの祈りによって、私たちの家族とこの地の魂が救いに導かれることを心からお祈りします。今日の7節から9節のところを見るならば、結局ハマンは自分がモルデカイのために備えたその柱にかけられてですね、そして滅びに至るようになります。主は十字架で私たちの敵を完全に滅ぼしてくださいました。私たちがかかるべきであったその十字架にイエス・キリストがかかってくださったことによって私たちは救いを得ました。一人子イエス・キリストのその命を通して私たちは救われたわけであります。これ以上の大逆転はないのであります。今日もイエス・キリストの十字架によって私たちが主によって与えられた大勝利をですね、掴んで生きる一日となることを祝福します。共に祈りましょう。イエス様によって与えられた救いの大勝利を喜び、その恵みをもって私たちも取りなすものとなりますように。私たちの取りなしによって死から命へと、また救いへと多くの魂が導かれることを心からお祈りします。私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。